皆さんこんにちは。今日の試合の実況は西岡明彦、コメンテーターには福西崇史さんをお迎えしています。福西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はサンフレッチェ広島対北海道コンサドーレ札幌のカードです。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力が高いシステムですので爆発力はありますよ。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。こちらも攻撃的な 3-4-3 です。前半のキックオフ、まずはサンフレッチェボールです。川辺駿、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。佐々木翔、キム・ミンテ、鈴木武蔵、細かくパスをつないでいます。どこから攻めるでしょうか。相手のゴール前でパスを回します。試合はコーナーキックから再開されます。コーナーから中へ入るか。あの選手が止めなければ入ってましたね。ボールがフリーになりました。ボールを大きく押し出します。柏義文、柴崎康生、エミル・サロモンソン、パスを2人で交換します。ここからどうする。ここは下がってブロックを作ります。ここでシュート。ここはサンフレッチェのコーナーキックです。ロングシュートも素晴らしかったですが、セーブが見事でしたね。あの距離からはそうそう入れさせてくれませんね。よく止めましたね。シュートも決して悪くありませんでした。意表をつくシュートでしたが落ち着いてセーブしましたね。ボールを入れました。ノツだ。川辺駿、いいパスだ。広島がコーナーキックを獲得。中に入れた。このシュートはどうだ。コーナーのチャンスでしたがうまく活かせません。選手も悔しがっていますね。こうしたチャンスは大事にしなければいけません。
ここは縦をつくでしょうか。前に押し出します。エミル・サロモンソン、カーブ、早尾、柏吉文、キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。圧力をかけられます。ジェイ、鈴木武蔵、スローインからゲームは再開です。中を確認したい。鈴木武蔵、スローインになります。これをチャンスとしたい。中央にクロスが上がった。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。柴崎浩生、高いパスが味方に出る。鈴木武蔵、進藤亮介、ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。ルーズボールです。ボールはどっちだ。野津田学人、柴崎浩生、シュートを狙う。ボールはラインを割りました。ポストに当たったようです。エミル・サロモンソン、カーブ、早尾、ここは引いています。相手を誘っているのでしょうか。ボールが足につきません。ルーズボールだ。カーブ、早尾、エミル・サロモンソン、前半終了して0対0。さあ後半開始です。Jさあ来た。これは入りません。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたからしょうがないと思います。カーブ、早尾、エミル・サロモンソン、サイドの柴崎浩生に渡った。中にクロスが入った。このヘディングはキーパーが止めました。非常に安定感がありますね。ジェイ、素早くボールを返した。絶妙なパス。サイドからのチャンス。やはりそう簡単にはいきません。ボールは大きくクリアされます。さあ上げたい。このクロスはどこを狙ったんでしょうか。ゴールキックです。どちらもここで選手の交代があるようです。
清水康平、野津田逆とサンフレッチェが攻めに出ます。いいカットです。ボールを奪いました。エミル・サロモンソン、柴崎康生、チャンスを伺っています。中央へのボールはクリアされました。さあフレッシュな選手が入ります。コーナーからエリア内へ、前に出しましたが気を抜けません。サイドから中央を見る、サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。ゲームを作るパス、またまた通ります。鈴木武蔵、ここで大きく前に出します。野津田ガキト、またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。清水康平、ノスタ、クロスを出せるか。すぐにボールを戻しました。中央にクロス、ここはクリアされました。清水康平、エミル・サロモンソン、味方がフォローに来ています。野津田ガキト、待ち望んでいた先制点がついに決まりました。残り時間が少なくなっていましたが、焦らずに優勢を保った結果でしょう。このゴールは貴重なゴールとなりました。別の角度からご覧ください。ここで試合に動きが出てまいりました。鈴木武蔵、最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。いいボールを送りたい。前方に運びました。野津田ガキト、目の前にスペースがあるようです。真ん中にクロスを上げた。ボレーシュートを狙いましたが枠を大きく外れました。いいタイミングに見えましたが、ゴールへ飛ばさないと意味がありません。ここでホイッスル、サンフレッチェ広島が見事な勝利を挙げました。今後につながる活躍ぶりでしたね。今日のヒーローでしょう。あの時間に勝ち越しゴール、最高の終わり方でした。